あまたとある動画の中から選んでいただきありがとうございます。チョーイ チョーイス、本日はキキリンゴジュース、キキシリーズ3回目でございます。緑茶オレンジジュースついてリンゴジュースといきたいと思います。それではまずはレンシャンからいきたいと思います。頑張るぞい。分かった、これいつも飲んでるリンゴジュースって感じ。あ、いつも飲んでるリンゴジュース多分彼女んちでよく飲んでる。あ、マジで、いや、オッケー、俺これおい、いける？できるかも。いけますか。うん、いつも飲んでるやつがないんだね。あ、いつも飲んでるやつじゃあちょっと小祝いの方。いや絶対これは違いがないもん。もうここ期間になるもん。マジで来た。すごいね、一発目から、ね、いや下バカなのかな、もしかしたら。いや、それか合ってるか。いや、もうすごい似てるんだよな。似てるというか同じなんだよな。同じもの2回飲んでるだけなんだよぐらい同じなんだよな。いいよ、でも初めてのパターン取れてるよ。こんな1個目で1個目で悩む人いなかったもん今まで。いや、行きます。あ、マジで、うん、あ、行きますか。私が飲んだのは小祝の純粋リンゴです。マジ嘘家族の売り上げアップルですね。あ、なるほどね。いや、これ悔しいな。悔しい。いや、マジか。面白いでしょ。面白いなって。分かった、よし、やろう。いけるか。やろう。お、じゃあ、これいきます。これ。コーンアップル。はい、はい、あ、これ匂いが違いますね。おお、うん、違います。お、わかる。はい、まあ早くしないと次。そうだね、したい。私が飲んだのは、私が飲んだのはこのポンアップルジュースではございません。オッケー。あ、じゃあ一回一番この薄いやつ飲んでみようかな。これ、はい、これですね、家族の潤い、はい、潤い、家族を潤して。これも違いますね。あ、ほんと匂いでわかんの。うん、飲んでないんだよ今ね、匂いだよね。うん、違う、はい、違います。お、違う、はい、違う。はい、どうぞ。私が飲んだのは家族の潤いアップルではございません。すごいね。やべ、元の味がもうわかんなくなってきた。どんどん言っていいよ。私が飲んだのはフルーツフェスタのアップル 100% じゃございません。私が飲んだのは、はい、ホテルブレックファーストアップル 100% じゃありません。おい、すごい。ストレートでいきますね。リンゴ果汁 100% ストレートジュース。ちなみにそれが一番高かったですね。あ、480円ぐらいしました。リンゴジュースの息を超えてます。陽一です、どうぞ。北海道の陽一です。ん、全然違う。あ、全然違う。さすが400円500円近いね。うん、違う、やっぱ、うん、美味しい。おえ、高いと美味しいんだ。高いと美味しいんだよ。なんかね、そのなんちゅうの、サラサラなんだけど、うん、すりおろし感を感じるような味わい。へえ。私が飲んだのはリンゴのほっぺではございません。はい、え、すごーい。すごい、いいよ、いいよ。折り返しです。折り返しです。当てれる気がしてきた。いっちゃいっちゃい。 100% 攻めしますね。じゃあとりあえず、あ、 100% 攻め、はい、うん、ドル、ドレ、ドレ、ドル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 、いきますよ。初めて見た。俺も初めて見た。うん、こんなにね、飴っぽくなかったな。飴、なんかイメージと逆だな。果汁 10% の方がなんか砂糖いっぱい入ってて飴っぽいのかなと思ってたっけ、うんうん、
俺もそう思った。 10% の方が、ね、うん、食べた時感は出てる。あ、そうなんだ、うん、10% とかの方が、うんうん、そこら辺うまく調整してんだ。いろんな企業さん、うん、小祝い飲んどきゃよかった。出たソムリエ。わかんねえ、もう忘れちゃったよ最初のやつ。本当で、どうしよう、これなんかめっちゃ近い気がするけどさ、うん、違う。おお、その結論を出した。いきますか。なんかね、甘さとかはね、すごくちょうどいいんだけどさ、うん、後に残る感じも似てんだよな。どうします、いきます、これだ。え、さっき違うって、さっき違うって言ったのに、本当に揺らいでんだね、今。匂いももうちょっと甘かったような気がするんだよな。いや、悩んで、もうほんとね、これはね、やった人しか分かんないけど、外したらめっちゃ悔しいかな。もう後悔しないぐらい味わっていただいて。違うわ。あ、違う。あ、その結論に至りましたか。違います。はい、どうぞ。私が飲んだのは、なんだ、ドール、ドール、ドールのアップル100じゃございません。すげえ、よくかわした。よくかわした。すげえ、多分もうね、真ん中のやつだと思う。多分 100% の味だと思う、さっき飲んだのは。じゃあどうぞ、行ってみて。いってらっしゃい。 100% なんだ。ん、これ違うわ。マジで違う。100じゃない。うん、なんかもう違うと思う。へえ。私が飲んだのはトップバリューのオーガニックアップルジュースじゃございません。おー、正解。すごい、2分の1ですよ。ついに来ました、ついに来ました。すごい、もうどっちかしか飲めないからね。え、じゃあ全然 100% じゃないってことじゃん。そうだね、 100% じゃなかったんだね。なんか、あー、そう、クーだわ。あ、いや、めっちゃ辛かった。もう一回言い換え、それ。これはクーだわ。クーいただきますね。はい、ん、すごいな、2分の1だよ。違うわ。え、違う、うん、2分の1なのに。確かにな。そんな悩まないの。そんだけ違うってこと。うん、違います。マジか。違います。じゃあ最後はそっちを持っていただいて。私が飲んだのはこの小祝い純粋リンゴです。正解。すごい。すごい。すげえ。すごい、よく当てた。最後まで残して、うん、これも本物の舌だよね。確かに。正解です。ありがとうございます。匂いはリンゴの皮の匂いがするな。結構リンゴ飲んでるって感じするな。 OK、 いきます。まず基準点を作りたい、うん、自分の中で基準点作ったらいい、うん、まずリンゴのほっぺ一番高いやつ、うん、味違うと思う、うん、匂い違う。え、結構入れてないよね。何もいじってないっていう感じの匂いなんだろうね。うん、うん、味も違う。あ、リンゴだね。すりおろしたんね、これ。はい、違います。私が飲んだのはリンゴのほっぺではございません。おーし、よしよしよし。私が飲んだのはフルーツフェスタ果汁 100% アップルではございません。クーではございません。正解。オッケーし。飲んだことないね。ポンアップルね。ポンアップルいきます。
あ、違うね、匂い。俺結構リンゴジュース匂いだ今回。あ、いいリンゴジュースってこの匂いすんだ。臭いとる。もう味の違いはわからない。もう飲みすぎたらなんかもうさ、言い表せれない。言い表せない。これは違うしかわからない。そう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 。味の違いを明確には言えないけど、これは違うみたいな感覚の戦い。その感覚に俺は負けたんだ。戦ってもいなかったじゃん。うん、でもポンアップルは違うわ。私が飲んだのはポンアップルジュースではございません。あー、しよしよし。うー、スジャータ名楽家族の潤いアップル、これは 10% です。あれ、やばいぞ、匂いも寄せてきてるぞ。リンゴの皮までは感じないか。どうした？リンゴの皮まで感じない。大丈夫。うん、甘い。これじゃないわ。私が飲んだのはスジャータ名楽家族の潤いアップルではございません。オッケーし、オッケーオッケー。いやでも多分俺今までの経験上これ違うと思う。オーガニック？オーガニック、いきます。出たこの匂い。100じゃねえわ、俺飲んだの。100ってこの匂いなんだ。あの、その匂いね。うん、100の匂いはちょっとおしっこっぽい。もう使っちゃおう。だって俺そんなさ、何万人何十万人登録されてる YouTuber じゃないんだから、企業側に気なんか使わなくていいんだよ。やっぱね、100系はちょっとおしっこっぽい匂いする。おお、はい。私が飲んだのは、トップバリューグリーンアイオーガニックアップルジュースではございません。はい、オッケー。多分これだな、これだな。君たち今日これがキーポイントだから、これをあえて俺に当ててきてね。絶対100じゃない、匂いからして。この濁ってるやつをまず消すわ。クリアな100と濁ってる 20% の戦いに最後持ってくる。じゃあこれ落とせよ。ん、おしっこの匂いはしないぞ。あれ待てよ、ドール今までの100とちげえ。え、なんで、まさかだ。俺の正解はもうこれで揺るぎなかったのに。待てよ、匂いがドールっぽいぞ。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。でも皮の匂い感じるか俺。皮の匂い、うわー、小祝い飲みたい。ちょっと味もなんか似てるっていう情報に書き換えられてきてるぞ。いいのか俺、楽しい。もう一回やりたい。もう一回やりたいでしょ。楽しいんだよね、これ、とにかく。やってる側は。いや、でもドールっぽいな。うわ、これ外したら悔しいぞ。絶対小祝いか、これドールの2択に絞れてんの。でも今まで飲んだ100じゃないのって、クーとスジャータ、意外と飲んだら違うって思ったんだよな。そっちの果汁 20%、10% 系は。じゃあ 100% なのか。分からん。いやもう行くわ。いや、お、行きます。これが正解です。ちょっと待ってよ。待って、本当にいいの俺ドールで。ちょっと違うなっていう気持ちを混じってんだよドール。そのドールで妥協していいのか。いやでもね、
今までの 10%、20% の感覚で言ったら 100% なんだよ。そしてこのドールでは、ドールだ行く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 ぞ行く行けるのかい行けるぞどうだいドール。行けるだろ。行きます。じゃあ行くぜ。行く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 行きます。行く行く。私が飲んだのは、ドール 100% アップルです。やったやった嬉しい。よくわかったね。わかったね。めっちゃ悩んだよ。声は言っていい？どうぞ。声は言っていい？ああ、小祝いクオリティすげえな。いや、小祝いの 100% に寄せる技術力が半端ないんだと思う。小祝い推しがすごい。ちなみにバイアリス飲んだらどうですか？バイアリス飲んだら？あ、おしっこ。